優勝するのはこの俺だ。LIKE。 はい、どうも LIKE と申します。いや、今回はね、もうロッテ純正に必須級の選手井上聖さんをね、スピリッツ解放してね、まあレベルマックスしてきたんで、ね、やっていきたいと思います。まあ何が強いかっていうと、パワー77でね、まあ弾道パワーヒーターでね、まあある程度ホームランも狙いますしね、やっぱり守備うまいんですよ。守備 B です。はい、ファースト B で結構今レアですからね。いや、それに加えましてちゃんとね、広角も持ってるんで、まあ実質あれかな、ロッテ版ビシエドさんみたいな感じかな。パワーヒー3レベルなんか、なんでこうなってかようわからんすけど。まあというわけでね、早速ね、井上さんを使ってね、リアタイの方やっていきましょう。もちろんロッテ純正です。それではやっていきましょう。レッツゴー。はい、というわけで1試合目の方やっていきましょう。いや、高校でしたね。まあ、まずはね、しっかり抑えていきましょう。まあ、ちなみに井上さん今回はね、2番でやってます。はい、というわけで僕の攻撃っすね。まあ、とりあえずね、井上さんね、チャンスを持ってるんで、まあ、理想としてはね、マーティンさんでツーベースあたりを打っていきたいところ。あー、オッケー。あー、ホームラン入っちまったよ。あ、というわけで井上さんっすね。いや、広角殿下。いやー、まあ今のはね、まあ思ったよりね、飛んだんでしゃあないですね。打っていきたいところ。よし、OK、見逃していく。まあ井上さんね、パワーヒッターなんでね、弾道としてはホームラン全然狙えますからね。ホームラン狙っていきたい。よーし、あー、ストライクか。まあ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 、今ね、広角出てないんでね、インコースを狙っていきたいところですね。よーし、OK。うわー、ダメかー。まあ今のちょっとなんだろうな、詰まったのかな。いや、詰ま、よくわかんないですね。うわー、ライトなきゃ、おーい、おー、伸びた。あー、これはこれでしょ。よーし、オッケー。まあとりあえず1試合目は勝っていけるので、2試合目やっていきましょう。はい、というわけで2試合目やっていきましょう。いや、また高校かいなと。はい、とりあえずまず抑えます。頑張って。まあまあまあ、2打席目。おう、広角しっかり出ていくと。いやね、広角が出ればね、本領発揮ですがね、ここしっかり打っていきたい。よーし、オッケー、見ていく。まあ、井上さんね、足はあんま速ないんでね、とりあえずね、レフトしっかり越していく。強い打球。よーし、よし、オッケー、オッケー、オッケー。おー、2塁行っていく。走力55くらいだけど、ナイス。うわ、これ巻いたんじゃない?よーし、オッケー、完璧なホームラン。うわ、これライナーやんけ。うん、あ、オーケー、ナイス。よし、次の試合やっていきましょう。はい、というわけで3試合目ですね。よし、先行いただきましたと。いやー、これね、ワンチャン井上さん2打席くらいね、狙えるんでね、そこら辺狙って打っていきたいところですね。よし、これ落ちるっしょ。よし、オッケー。というわけで井上さん、いや、特能点か。うわ、しかもキャッチャーこれ古田さんだから走れねえな、これ。まあ、しゃあない、しゃあない。うわ、抜けろ。よーし、オッケー、オッケー。まあ、ちょっと地味だけどね、いいヒットっすね。うわー、し、でかー。はい、というわけで満塁。まあ、チャンスだけ発動か。いやー、けどここでね、打っていきたいところっすね。よいしょ。おー、オッケー、オッケー。まあ、しっかりヒット打ってきた。おー、オッケー、オッケー。まあ、ちょっとしょうもない感じだけど、強制決めていきました。というわけで次の試合やっていきましょう。はい、というわけでやっていきましょう。いや、高校でしたね。まあ、まずしっかり抑えていきましょう。はい、というわけでマーティンさんに回ってきました。いや、マイナス1か。マイナス1ってね、さすがにちょっとね、あれなんだよな。変化量の仕方が違うから。おほほほ、もう最悪やもん。はぁ、あ。なるほどね。あ、オッケーオッケー。よし、広角しっかり発動していく。まあね、広角が発動したんでね、インコースを狙っていきたい。これあれか、CCM の千賀さんですね。
スラーブとかに注意したいところ。いや、マイナス1なんだよな。そこだけ注意しなきゃ。お、いけるいけるいける。うわー、惜しい。マキロ、今の結構いいバッティングでしたね。おーい。おー、伸びた。うわー、よーし、フェアに入っていく。はい、勝ち確盤面いただきました。オーケー、抜けていく。はい、というわけで次の試合もやってまいりましょう。はい、というわけでやっていきましょう。はい、先行の方いただけましたと。いやけどね、今ね、あのね、井上さんをね、チャンスを発動させたいなと思って、まあ2番に置いてるんですけど、いや、マーティンがね、まあホームランかヒットか、まあアウトって感じでね、まあ全然ね、あのチャンスの場面を作れてないんですよね。まあそんな感じで、マーティンさんでね、ツーベースを打っていきたいところなんですが、あー、じゃあ長打警戒はミートせざるを得ないな。わー、もう最悪。はいはい、というわけで、まあ井上さんやってくるんですが、いやー、特能出ないか。いやーけどね、井上さんね、今んとこね、まあ最初レフトフライになったけど、まあそれ以外はね、ずっとヒット打ってるんで、まあ打率としてはかなりいい感じっすね。よーし、オッケー、見ていく。いやーけど、効果が出てないんでね、アウトコースはあんま狙いたくないところ。うん、あ、落ちそう。はははは。まあ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 、いいでしょう。オッケー、オッケー。オッケー。お、デスパー、オッケー、ナイス。いや、マジか。え、デスパーいいね。なんか今のじゃダジャレみたいになっちゃったけど。いや、パワーヒーであんな打球打てるんだ。オッケー、ナイス。よし、オッケー、オッケー、オッケー。え、マジか。はい、というわけで2回の攻撃に入っていきます。いやね、まずは先頭出塁したいところ。うわー、マジかー。いや、今のダメか。はい、というわけで2回の攻撃に入っていきましょう。いやー、多分これあれかな、井上さんの打席がラストになるんかな。まあ一応今ね、何番だっけ、これ9番かな。お、オッケー、失投、ナイス。まあ9番で、これ次が、マーティンさん来たんで、まあここでね、まあとりあえずね、ホームランあたり打っていければ。うわー、えぐい、ナイス。はい、というわけで井上さんのね、2打席目に入っていこう。よーし、広角パーヒー発動していくと。いや、これ今日の井上さんで一番ステータス高い。うわー、これどうだ。おー、オッケー、オッケー、超えていく。あ、まあ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 、いいでしょう。よーし、オッケー、しっかりホームラン打っていく。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。えい。